今回は YouTube などでもよく使用される集中線の作り方を紹介します。標準エフェクトのフラクタルノイズを使用して作っていきます。一度プロジェクトを作っておけば数値を微調整して繰り返し使用できるので、ぜひ真似して作って使ってみてください。それではやっていきましょう。まず新規コンポジションをフル HD でデュレーション10秒、集中線と名前をつけて作成します。コントロールプラス Y で平面を追加して名前をノイズとします。エフェクトからノイズ&グレイン、フラクタルノイズを適用します。エフェクトコントロールでパラメータを調整します。コントラストを300、明るさをマイナス50にします。トランスフォームで縦横比を固定のチェックを外して幅を18、高さを2400にします。このような線状のノイズが作成できました。この線を放射状に変形したいので、コントロールプラスオルトプラス Y で調整レイヤーを作成して、エフェクトのディストーションから極座標を適用します。変換の種類を長方形から曲線へにして、補完を 100% にします。画面の外に線を伸ばしたいので、この調整レイヤーにエフェクトのディストーションからレンズ補正を適用します。レンズディストーションを反転のチェックを入れて、視界に115と入力。これで放射状に線を伸ばすことができました。しかしこれでは画面の中心から伸びてしまっているので、これを調整していきます。調整レイヤーを一旦オフにします。平面を作成して名前をグラッドとして、エフェクトから描画グラデーションを適用します。このレイヤーをノイズのレイヤーの上に配置して、描画モードを焼き込みカラークラシックに変更します。グラデーションの黒ポイントの座標を動かすことで線を短くします。調整レイヤーをオンにします。するとこのように集中線っぽくなりました。この状態でグラデーションの黒ポイントの座標を動かして微調整しましょう。 Y 座標に645と入力します。いい感じです。ですが集中線をもっと漫画っぽいテイストで使いたいです。具体的に言うと、このボケたところを修正します。調整レイヤーにエフェクトからブラー&シャープアンシャープマスクを適用します。量を500、半径を10にします。線のボケた部分がベタ塗りになってより漫画っぽくなりました。アンシャープマスクをレンズ補正の前に持っていきます。この方がより線がはっきりしました。それでは線のアニメーションの設定をします。フラクタルノイズのパラメータの展開にアニメーションをさせるか、ランダムシードにアニメーションさせるかですね。2択です。2択で比べてみましょう。展開のアニメーションはノイズがうねるようにアニメーションするので、より連続性があるアニメーションになります。集中線が乗り換わっていく様子がわかります。それに比べるとランダムシードの場合、全く別の線の組み合わせになるので、2つのパラメータで違う表現になります。今回は漫画っぽい表現がいいので、ランダムシードを使います。ランダムシードにエクスプレッションでタイム ×10 と入力します。1秒につき10回絵が切り替わるので、1秒30フレで作成しているこのコンポジションでは3フレに1回しか絵が変わらず、コマが抜けることでより漫画っぽい表現になります。再生します。いい感じです。今回は白線を黒線として使いたいので、調整レイヤーにエフェクトからチャンネル反転を適用。では雰囲気を見たいので、これを実際に映像に載せてみましょう。再生します。このような映像に載せてみたいと思います。フル HD のデュレーション10秒のコンポを作成します。名前はレンダーマスターとしておきます。作成したコンポにこの動画を配置して、その上に集中線のコンポを配置します。動画素材は 4K なので、スケールを 50% にします。集中線のレイヤーを白を抜いて黒を生かしたいので、描画モード定山で合成します。正しく合成できました。仕上げに映像に演出を加えます。
2秒のところで映像をカットして、以降の動画のスケールを 88% にして拡大します。そこに集中線を使いましょう。7秒のところで元に戻します。これで完成です。再生してみましょう。いかがだったでしょうか。集中線を使用するときはこのプロジェクトから書き出して使ってください。いろいろパラメータをいじって自分好みの集中線を作ってみましょう。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。